全力で行くぞ。へへ。今楽にしてやる。してやる。どういうことなんだこれは。アバンに教えを授かった者すべてがアバンを尊敬し正義を愛する者ではないということよ。俺はヒュンケル。魔王軍六団長の一人、不思議団長ヒュンケルだ。そんな、先生の弟子が魔王軍の軍団長だなんて。逃さん。くらえ。燃えろ。はっ。はっ。はっ。先生の技を受けてみろ。遊びは終わりだ。一気に叩き潰してやるわ。そなんで目障りだ。開破山。はっ。負けるもんか。くらえ。先生の技を受けてみろ。逃さん。大丈夫。アバンスタッシュ。効かない。アバンストラッシュが。これがアバンストラッシュだと。笑わせるな。お前のはとんだまがいものだ。お前も知っていよ。大地を切り、海を切り、空を切り、そして全てを切るのがアバンストラッシュだと。戦いのうちに見切ったわ。お前はアバン流盗殺法を極めていない。すなわち第三の必殺技、空裂弾をな。大君、もし君がスペシャルハードコースをやり遂げたとしても、空裂弾を覚えるのは最後の7日目でしょう。そうだった。俺はアバン先生の修行を3日間しか受けられなかった。空裂弾は俺にもできん。アバン流盗殺法最大の奥義だ。大地、海、空、全てが備わって初めてアバンストラッシュは究極の破壊力を発揮する。つまりお前の技は未完成品のまがいものというわけだ。まがいものでいいのなら俺でも撃てるぞ。アバンストラッシュ。3対1か。よかろう。ならばこちらも切り札を使わせてもらうぞ。俺は戦士ゆえ呪文は使えない。だから大魔王バーン様は俺に究極の鎧をくださったのだ。あらゆる攻撃呪文を弾き返す最強の鎧をな。
最強の鎧だと？そんなもんどこにもねえじゃねえか。アルサ、お前たちの目の前にアムド。剣が鎧になった。そうだ、この鎧の魔剣こそ最強の武器であり、同時に最強の防具だ。よせ、女と戦うつもりはない。バカにしないでよ。女だって命を懸けて戦うわ。正義のための戦いならなおさらよ。あなたもそう教わったでしょ。先生は間違った人間には絶対にそのアバンの印を渡したりはしないはずだわ。きっとあなただって。これか。もう必要ない。これはもともとアバンやその弟子を探り当てるための手がかりとして持ち歩いていたもの。探り当てて俺の手で地獄へ送ってやるためにな。なぜ、なぜそんなにまで先生を憎むの？それはアバンが俺の父の仇だからだ。かつてこのホルキア大陸は魔王ハドラーの拠点だった。旧魔王軍の攻撃により町は焼かれ、たくさんの死傷者が出た。哀れな。俺は地獄の騎士バルトスに拾われ、ハドラーの地底魔城で育てられた。人間の子供を育てるという推挙が許されたのは、バルトスが旧魔王軍最強の騎士であり、ハドラーの前と続く地獄門の門番であったからに他ならない。お前をヒュンケルと名付けよう。かつて魔界を牛耳ったという伝説の剣豪の名前だ。城の外に出ることは許されなかったが、俺は何の疑問も抱かずに大きくなっていった。バルトスは父として俺に初めてぬくもりを与えてくれた男だった。だがある日。バルトス様、勇者が攻めてきました。ついに来たか。いいかヒュンケル、わしは魔王様の門番として勇者たちと戦わねばならん。もしかしたらわしは死ぬかもしれん。ここから決して出るではないぞ。そしてもしわしが死んでも強く生きるのだ。一人でな。父さん、父さん。アバンストラッシュ。おお、父さん。他のモンスターと違い、アンデッドは魔王の魔力なくしては肉体を維持できない。ハドラーが死に、その魔力が途絶えた時、父は、俺の父は。ヒュンケル、思い出を、ありがとう。皮肉なものだ。その時、俺を見つけた男こそ、アバンだったのだ。向こうはもちろん、俺のことなど知る由もない。モンスターにさらわれたかわいそうな子供だとでも思ったのだろう。だが俺には一目でわかった。この男が勇者だ。俺の父の仇なのだと。その時俺は誓った。必ず力をつけこの男を倒してやる。それゆえアバンの弟子となり剣を習った。その剣で奴自身を殺すために。もうやめて。あなたの気持ちはわかるわ。でも先生は正義のために戦ったとでも言いたいのか。たとえ正義のためであろうと、その力が俺の父の命を奪ったことに変わりはない。俺の父は灰となって死んだ。それを正義と呼ぶなら、正義そのものが俺の敵だ。とどめを刺してやろう。アバンに食らわしてやるつもりだった。
俺の必殺技でな。くらえ。これこそアバン流盗殺法を打ち破るために俺が独自で編み出した必殺剣、ブラッディースクライドだ。俺はアバンの技を吸収すると同時に一人でこの技を編み出した。そしてあの卒業の日に俺はアバンの命を狙ったのだ。ヒュンケル、あなたはもう十分に一人前の戦士としての技量を備えています。そこでこれを与えましょう。まあ卒業の印みたいなものですよ。でもまだまだ完全な戦士とは言えませんよ。どうもあなたの剣には妙な殺気というか邪気が感じられますからね。先生、先生はバルトスという男を知っていますか？バルトスは魔王軍配下最強の騎士であり、そして俺の父だった。俺の剣に殺気が感じられたとすれば、それは父の仇であるあんたへの恨みだ。待ちなさい、ヒュンケル。なんてことを。反射的に手を出してしまった。しかしそうしなければ私は殺されていただろう。恐るべき剣のさえ、まさに魔性の剣だ。シュンケル！帰り討ちに会った俺は大魔王腹心の部下前衛参謀ミストバーンに救われ一命を取り留めた。以来俺は魔王軍の戦士として腕を磨き続けてきた。今やこの技はアバンストラッシュをはるかに超える技。なまじ避けたりするから余計な苦痛を味わうんだ。今楽にしてやる。俺はヒュンケル、魔王軍六団長の一人、伏木団長ヒュンケルだ。